というわけで皆さんこんにちは。今回も次世代型ゲーム機、Nintendo DS から発売されたドラえもんのび太の新魔界大冒険 DS を解説実況していくぜ。前回に引き続き、のび太の恐竜2006DS の続編だね。そう、今回は以前解説実況したのび太の恐竜2006DS の続編なので、まだ見てない人はぜひそちらを視聴してから見ていただけると、内容につながる部分が多いのでより一層楽しめると思いますぜ。では、他にもまだまだ話したいことはありますが、今回もオープニングが長いのでその間に話しますね。というわけで、やーい、スタート！さあ、冒険を始めよう！いろいろ実験データがありますが、今回はプレイデータ3で開始します。どんな実験してたんだよ。データは初期化、難易度は2で開始します。難易度による違いは、召喚酔いなし、攻撃後の行動終了なし、SP ゲージ増加量大幅増加、敵の AI の弱体化、と簡単になっている代わりに、簡単モードでは取得できないカードが数十枚ほどあるので、今回は普通でプレイしていきます。なんだかルールがわからないと意味がわからない違いね。まあその辺も含めて今後解説していくのでお楽しみに。それではここからはまずゲーム自体の解説。ドラえもんのび太の新魔界大冒険 DS は、2007年3月8日に Nintendo DS より発売されたゲームで、同年に公開された映画、ドラえもんのび太の新魔界大冒険を下敷きにした作品ではありますが、そのストーリーはゲーム用に大幅にアレンジしており、旧作と新作をミックスした内容になっているので、今ここでのび太がジャイアントスネ夫から静香ちゃんを救出する夢を見るんですが、これは新作映画ではカットされた部分であり、新魔界大冒険では登場しないシーンですね。あ、言われてみれば冒頭夢からスタートしないよねこの映画。確か満月牧師とかが探査機を破壊されたところから始まるよね。そう、なのでこのゲームでは新魔界大冒険の映画だけではなく、原作、旧作映画、新作映画と全て見ておくと、どれがパロディなのか、どんな違いがあるのかわかるようになるのでより面白くなると思います。ただ、このゲームの違いは内容だけではなく、前作同様声優陣にも違いがあり、映画では有名どころの3人、美代子さんを女優の相武咲さん、その母をお笑い芸人の久本雅美さん、同様に満月博士をお笑い芸人の河本純一さんが演じているんですが、ゲームではプロの声優に変更されており、映画ではダンディーな河本さん、久本さんは一家の看板を背負って演じていただけに非常に残念ですね。ちなみに声優に関してはもう少し面白い話があり、例えば相武咲さんが新魔界大冒険に出るきっかけになったのは、2006年6月30日放送、ジーンと感動する話にて、本人役として登場したのがきっかけであり、これは翌月から放送されたドラマ、願ったの番宣で出演したんですね。だからこの回には早見もこみちさんも本人役として登場しています。へぇ、ドラマの番宣から映画の声優が決まったんだね。そう、ちなみに声優に関してこの映画はもう一つ重要な意味があり、それはドラミちゃんの声優がタレントの千秋さんに決まり、前年6月のテレビ SP で初お披露目となったので、新魔界大冒険が千秋さんとしての初ドラミちゃん映画、そして本作が初のゲーム収録になります。あれ？ドラミちゃんって前作のゲームでもカードで登場してなかった？そう、実はあの時カードとしては登場していたんですが、声優がまだ千秋さんと決まっていなかったので、キャラカードは攻撃時に必ずボイスがつくんですが、ドラミちゃんだけはボイスがなくキラキラーンって効果音だったんですね。あ、そうなんだね。うむ、なので本作が初の千秋さんのドラミちゃん、そして魔界大冒険自体、旧作でもドラミちゃん初の登場作品なので、何かとドラミちゃんに縁のある作品なんですね。ってなわけで、まだまだ声優ネタだけで色々語れるんですが、ちょっとゲーム解説からそれまくっているので、ここらでもう少しゲームを解説すると、本作はのび太の恐竜 2006DS から引き続き、対戦型カードゲームであり、基本のルールは大体同じなのだが、前作から細かなルールを色々と変更、新たな役割のカードの登場や、対戦がよりスピーディーになり、さらに遊びやすくなったカードゲームであり、ドラゲーと侮ることなかれ、子供から大人まで本格的に楽しめる戦略性のある作品になっています。主な変更点やカードのルールは今後実践を交えて解説していくのでお楽しみに。それでは続いて本作のあらすじを解説していきたいんですが、先ほど本作のストーリーはゲーム用にアレンジしているとお話ししましたよね。なので内容は新魔界大冒険にある程度沿ってはいますが、いろいろと相違点があり、現状は突然のび太の部屋に降ってきた石像、ここ本来はドラえもんだけですが、のび太の石像も一緒に降ってくるので物語の導入を短くしているんですね。それゆえにとりあえず石像をポケットにドラえもんがしまい、ここで映画ではのび太の部屋に来るはずのないドラミちゃんが来ていますね。序盤の15分ぐらいが一気に進んだわね。うむ、まあそのおかげでもう一人の初お披露目、新声優によるせわしくんが今作では登場しないんですけどね。悲しいわね。
てなわけで、ドラえもんが腹痛を起こして一度未来へ帰り、確かに導入は短くなったんですが、実はこのゲームチュートリアルが非常に長く、このまま進めると、だいたい30分ぐらいかかります。なった、なのでフルボイスパートが終わり次第、ダイジェストや倍速でネタを交えつつ解説していくのでご了承のほどよろしくお願いします。了解だよ。ではフルボイスが終わるまで少しだんまり。はい、というわけでここでタイトル表示と同時に、フルボイスパートは終わるので解説に入ります。この後のビタは、もしもボックスで、もしも、魔法の世界になったら、と言って外を覗いてみると、このように魔法の絨毯で空を飛ぶ人々がおり、魔法のある世界に変わるんですね。ちなみにここ映画だと、ふにゃこふにゃおが飛んでいますね。ふにゃこ先生いたのか。そう、そしてのびけの窓をスレスレで飛ぶ人がいるんですが、これはモブではなく、コミックス3巻、危うしライオン仮面に登場した、ふにゃこ先生の編集者ですね。これも元ネタあるのか。うむ、のび太の部屋にライオン仮面のポスター。他にもライオン仮面、おしし仮面、女の子のフィギュアがあるのは気づいた人多いと思うけど、この二人は意外と気づかない人いたかもね。ネタついでに言うと、今さっきしれっとのび太が、マミマミルルンパクルリンパって言っていたけど、これは映画のエスパーマミ、ではなく、魔法少女マミの呪文ですね。あからさまなパロディだね。あ、ここで少し本編に注目。ここ本作一番の見どころ、のび太が初めて魔法が使えるシーンですね。あ、ってことはまさか、気持ちを集中させてチンからほい、というのよ。チンから、ほい。は ?DS さん下画面バグってますよ。これゼロ全年齢だから、仕方ないね。映画ではパンツ見えたのに、しずかちゃんがパンツ出すと次のゼロ区分12歳以上になるからね。キッズ遊べなくなるから。思ったより深刻なパンツ事情で草。パンツが見たい人は映画を見よう。わらわら。あ、ここで隕石が降ってきますね。なのでこの後は映画同様満月牧師の家に行くんですが、それまで少し時間があるので先ほどの小ネタの話の続きでも、この映画、前作よりまして映画に小ネタが増えており、魔法少女マミのところも、バットを出すシーンは原作ののび太が妄想したコマのパロディだし、部屋にはパーマンやコロスケのキャラクターがいたり、前作からの流れでピースケの人形もありますね。ピースケいたんか。うむ、なんならマミも2006で登場してるんだけどね。うわ、マジか。実は公園にピースケが登場した時のヤジ馬に紛れているんですね。ちなみにエフ先生もいます。さ、あと前作の流れで言うと、ピースケのピンクのボールとかあったりするんですが、他にものび太の机の上に、またゴジラのおもちゃが登場しており、これは実際F先生が持っていたものをモデルにしたもので、藤子F不二雄ミュージアムにある、先生の机の上にも置かれていますね。へぇ、これ実在のモデルあるんだ。うむ、ちなみにこれは1988年に発売された、ゴジラの卵というおもちゃですね。というわけでまだまだ小ネタはあるんですが、ここでまた本編。映画ではここでスネオとジャイアンが猿みたいな悪魔、使い魔に攻撃されて怪我をするんですが、残念ながら本作では登場せず、悪魔との勝負になります。この子出ないのか。うむ、ちなみにこの使い魔、過去にゲーム、媒体によっては猿だったり猫だったり色々あるんですが、映画ではエンドクレジットに義務と命名されており、理由は名前がないと呼びづらいかららしいですね。ちなみに義務の由来は鳴き声の、ムギー、からで、声優はなんとジャイコの声優、山崎バニラさんが担当しています。その理由はこの映画ジャイコが登場しないので出番がなく、ドラえもんファミリーとして映画に出演したかったので、山崎さん原作を読み、自分のできそうな役として、使いまで出させてほしいと立候補したからキャスティングされたんですね。へぇ、そうなんだね。でも本編全然関係ねぇ。ちょっと話したいことが多いのに入れる隙がなさすぎなんだよねぇ。まあ雑学だと思って聞いてやってください。では本編ですね。今突然美代子さんのペンダントから飛び出たナルニアデスの剣。原作旧映画でもペンダントから剣は出していましたが、死んだトムから魔法で剣を取り出していましたね。なのでここは原作リスペクトのシーンですが、剣はゲームオリジナルですね。というわけでやっとコサチュートリアルバトル、マジカルカードとナルニアデスの剣でカードバトルです。ではルールの説明ですが、今作が初めてという方もいらっしゃると思うので一から全て解説します。まず今のが先行後攻とムーンサイクルのルーレット、ムーンサイクルはややこしいので口述します。次に画面の説明、左画面上から体力、魔力、スペシャル、そして中央の月がムーンサイクル、その下のカードが相手手札、その下が相手ポケット、次に画面右上から自分ポケット、その下が自分の手札、その下が各種コマンドになります。各項目を説明すると、まずは体力、チュートリアルなので今は100ですが、通常は200、ボスだと300になります。これを先に0にした方が勝ちです。次に魔力、毎ターン最初に2もらえるんですが、先行1ターン目は1、
高校にターン目は3であり、これは先行高校の差をなくすための処理ですね。魔力って何に使うの？魔力はカードをポケットに出す、秘密道具カードを使う、キャラや魔物のスキルを発動する、この3つの事柄に必要であり、迷うするに何をするにもこの魔力を消費してカードを使うんですね。なるほどね。で、カードには主に4種類あり、それがキャラカード、魔物カード、魔法カード、秘密道具カードですね。一つずつ説明すると、まずのビタやドラえもんみたいなのはキャラカード、召喚するのに必要な魔力はコストと呼びますが、キャラはすべてコスト0か1で召喚できます。ただし基本めっちゃ弱く、小さなカードのサムネで見ると、上に P10、下に40とか書いてあるけど、P が攻撃力、下の数字はカードの体力であり、体力はちょっと多いが、パワーは最低の10しか存在しません。なのでこれだけだと使う意味がないんですが、次に紹介する魔物カードと組み合わせると意味があり、例えば今ポケットにいるドライムはコスト1。パワー30体力20であり、戦うだけならこういうカードをたくさん出した方が強そうですが、実はキャラと魔物はポケットにいるとチームを組むことができ、チームを組むとお互いの能力を合算したステータスになるんですね。え？それって何か意味あるの？実はキャラカードはチームを組むとスキルを発動することができ、カードの詳細を見るとこんな感じに表示され、ここが最大組めるチーム数、今だと1引き入れたら万円ですね。そしてこのオールは条件であり、このゲーム各魔物に5種類の属性が割り振られており、のび太の場合は何でもいいんですが、ここに色がある場合その色とチームを組まないとスキルが発動しないんですね。ちなみにドライムの属性は赤ですね。で、めでたくその属性と組めるとスキルが発動でき、のび太の場合はこのターンだけ魔物のコストを2下げる、ただしゼロにはならない、というもので、これはそんなに強いスキルではないですが。このようにチームを組んでスキルを駆使して戦うカードゲームなんですね。次に秘密道具ですが、これは使うとすぐ効果がある魔法カードみたいなもんです。じゃあ魔法カードは何かというと、すべてコストゼロでキャラカードに装備させるカードで、属性もあるので扱いはチームになります。魔用は属性付きの装備カードであり、装備すると色々と効果があります。というわけでカードの説明は以上、残りは次のバトルで、では本編、森で悪魔に襲われたところを偶然救ってくれた美代子さん。彼女は有名な満月牧師の娘であり、怪我をしたジャイアントスネ夫を解放するために、一度美代子さんの家で手当てしてもらうことに。これは映画と同じ流れですね。というわけで教会に移動しますが、前作ではフィールドを歩き回るタイプの移動でしたが、今作では移動する場所を選択するだけのシンプルなものになっていますね。ちなみにこの美代子さんが住んでいる教会は、原作だと高井さんの屋敷でしたが、映画では樹海の森という場所で教会住まいになっていますね。で、ここから映画同様悪魔とはエイリアンであり、古文書で魔界歴帝を突き止めたという話。美代子さんのママがその昔、美代子さんの藤の病を治すために悪魔と契約して消失し、それから地球では天変地異が起こっていること。その天変地異は魔界星が地球に近づいているのが原因なので、なんとかするためにこの地球にある魔界歴帝を探す、というのはゲームでも同様なんですが、それに加えゲームオリジナルで、悪魔に対抗するためにナルニアデスが残した6つの秘宝があり、そのうちの2つがナルニアデスの剣、わかりにくいですが実はのび太とドラえもんそれぞれに1本ずつ渡されており、このナルニアデスの秘宝に選ばれると秘宝が光り、先ほどのマジカルカードを操れるという設定なんですね。なので現状はのび太とドラえもんだけがカードバトルができるといった感じです。ゲームではそういう感じなのね。うむ、ちなみに残りの4つの秘宝は魔界星に隠されているらしく、そのありかは魔界歴帝に乗っているはず、という感じですね。まあそんななんやかんやを聞いてのびドラは怖くなったので、もしもボックスで元の世界に帰ろうとしますが、ママが捨てたので元の世界に帰れず、困ってしまったそんな時。うわ大きな地震だったね。と、これは魔界星が近づいているからだと、とりあえず帰れないし満月博士に地震の話を聞きに行くことに。だがそこには教会はなく、いつもの3人、そしてネズミと悪魔がいるだけ。なのでまたしても悪魔とバトルになります。中途にあるバトル2回目ですね。なので先ほどのルール説明の続き、今回は全体の流れとバトルです。まずこのゲーム、最初にカードを6枚ドロー、で次に最初に自分のターンが来たら勝手に魔力1加算、以降は2回復、そして1枚カードをドローします。でそのまま自分のターンではいろんなことができ、カードをポケットに出す、ポケットのカードでチームを組む、ポケットのキャラに魔法カードを装備させる、手札から秘密道具を使うなどなど、で、ポケットにカードを出したらすぐに攻撃したいところですが、出した瞬間だけは、次の相手のターンまで待機中扱いになりすぐには行動できないんですね。カードゲーム用語ではこれを召喚酔いと言います。この待機中は基本攻撃やチームを組んだりできないので、準備時間だと思って基本諦めましょう。で、次の自分のターンになったら手札の魔法カードを装備させたり、さらに出したいカードを選んでポケットに召喚し、全員で攻撃を仕掛ける、といった感じですね。ちなみにダメージ計算式はシンプルで、攻撃力引く体力、もしカードの体力より攻撃力が上回るとその分プレイヤーにダメージがいきます。そしてこのゲームはカードの体力が回復せず、戦闘ダメージは継続します。え？
じゃあこれ高校はポケットのカードボコボコにされてフリじゃない？いや、実はこのゲーム相手側が誰で攻撃を受けるか選ぶことができて、カードでもいいし、直接プレイヤーで受けることもできるんですね。それじゃあ意図的にポケットのカードに全然干渉できないじゃん。そう、だからこのゲームチーム作りを邪魔されて途中で破壊されたり、ってことがあんまりないのだけど、そこはキャラや魔物のスキル、魔法カードや秘密道具でカバーしていくって感じになるわね。魔物にもスキルがあるんだね。うむ、例えば今ウプ主の手札にある悪魔の門はブロックっていうスキルを持っていて、一度の戦闘で受けるダメージを30減らすっていう効果があるから、これを今相手に出されるとウプ主のポケットにあるドライムのパワー30じゃ1ダメージも通らないんだよね。だからスキル以外の目的にチームを組んでパワーを上げることも重要で、ここにはどんどん強いチームを組んで攻めていくのがこのゲームの定石だね。なんとなく全体の流れが分かってきたわね。うむ、まだ細かいところはあるのだけど、それはまた次のバトルで解説するわね。ちなみにバトルで勝つとランダムで3枚のカードがもらえ、本来3枚目に来るカードは完全に固定なんですが、チュートリアルだけは全部ランダムで、何が来るかわかりません。てなわけで境界にいた悪魔を倒すと、と、この奥だい。わ、まずい。キラリマンド。と、無駄に1枚絵のあるかっこいいシーンなのだった。確かに。てなわけでミヨコさんに感謝され、境界がどうなったのか聞くと、満月牧師は境界ごと魔界星に連れ去られ、救うために一緒に魔界星に来てほしい。ついでに地球を救うために大魔王デマオンを倒そうぜって言われるが、いやそんなん無理やろってみんな断る。確かに小学生には荷が重すぎる。てなわけでみんなは諦めて、ミヨコさんは一人どこかへ、残ったミナはとりあえず空き地で反省会を開いていると、なんでかネズミがいて、満月牧師が持っていた古文書を手にしているのだった。これはもしかしたらミヨコさんに何かあったのではないかと、急いで教会に戻ってみると、またしてもなぜか悪魔が降りバトルになるのであった。チュートリアルバトル3回目ですね。チュートリアル長いわね。うむ、結構チュートリアル兼プロローグが長いのよねこのゲーム。というわけで今回は先ほどの続き、もっと細かいルールの解説。まずは開幕のムーンサイクルについて、これは真ん中の先行後攻を決めるマークとは完全に別で回転しており、多分目押しはできません。このムーンサイクルは最初に決めた位置から1ターン経過するたびに時計回りに1マスずつ月齢が動いていき、13ターンで1周でも意味があるのは一番上の満月と一番下の新月になります。満月になると満月チャンスというアナウンスと同時に BGM が変わり、メリットは2つ。1つは満月になった瞬間ポケットに魔法カードがあると魔力に回復。もう1つはそのターンポケットにいるすべての魔物はパワープラス10であり、そのターン召喚した魔物にも適用されます。え？でも待機中じゃ意味ないんじゃない？いや、魔物の中には、ハヤテという召喚酔いにならないスキルを持つ者もいるし、ハッスルネジマチという秘密道具ならその召喚酔いを直せるので、序盤だとほぼ無意味ですが、後半になると少し意味の出てくる効果なんですね。はぁ、なるほどねー。そして中には満月になるとパワーが上がるスキルを持つ魔物もいたりするから、そういう魔物も満月チャンスにさらに強くなれるって感じですね。そして新月は特にアナウンスや BGM が変わることはないんですが、満月で強くなれるスキルとは逆に、新月でパワーが上がるスキルを持つ魔物がいるので、新月はほぼ全ての魔物に無意味ですが、一部そういうスキルを持つ魔物にだけ有利に働くんですね。いろいろと考えられているのね。うむ、ではもう一つスペシャル技に関して、スペシャルは現在チュートリアルなので一切溜まっていませんが、本来は体力が減る、もしくはカードを破壊されると溜まるゲージで、体力換算だと200、カードだと20枚相当でマックスになります。このスペシャルゲージはマックスになると必殺技が使え、自分のターン右下にあるスペシャルを押すことで発動し、操作キャラによって効果が違います。現状はのび太しか使えませんが、後ですぐドラえもんも使えるようになり、のび太は山札から好きな魔物カードを1枚ポケットに召喚、ドラえもんはそのターン秘密道具のコスト0であり、まぶっちゃけドラえもんの方がかなり強いですね。というのも魔物1枚で状況を逆転できるってことがほとんどこのゲームないのよね。悲しいわね。というわけで悪魔を追い払い、スパイ衛星であたりを捜索してみると、ミヨコさんが近くのホラー穴で悪魔に囲まれているのがわかるので、どこでもドアで助けに向かい、またしても悪魔とバトルになるのであった。チュートリアルバトル4回目ですね。ほんと長いなー。それでは最後のルールとして、前作との違いとバトルの定石について、実は今までのルールは前作ののび太の恐竜と大きな変更点が5つもあり、まずパワーカードという、前作はキャラのためポケモンみたいのを進化させる感じで強化していたんですが、これが廃止ゆえに、例えばのび太だけのデッキという偏った組み方をする必要がなく、キャラの根性でも全く問題がなくなりました。次が最大の変更点、前作は1ターンに1回しか攻撃できないというルールがあり、1個のチームを最大まで強化するのがベターでしたが、今作はポケットにさえいれば全員攻撃できるので、低コストで高い攻撃力の魔物とチームを組み、数とパワーの暴力で攻めるのがベターとなりました。今作も低コスト有利なのか、
そして前作はポケットのカードが攻撃したら強制的にターンエンドになりましたが、今作は攻撃した後に秘密道具を使ったり、新たにポケットに召喚などができるようになったので、より戦略性が高くなりました。他にも細かなルールの変更点として、チームを組むのにコストが必要じゃなくなった。一部の秘密道具が相手のターンの攻撃時に使用できるようになった。故に今まではカウンターという反撃スキルを持たせる、みたいな秘密道具があったんですが、カウンターを持たせれば、当然相手は罠丸出しのカードに攻撃するわけがないので警戒し攻撃してこない、みたいな感じだったんですが、攻撃を受ける瞬間に使えるようになったので、相手は攻撃を止めたくても止めれず、カウンターの餌食になる、まあ、要するに罠カードがやっと罠として活用できるようになりました。言われてみれば今までそういう風な使い方できなかったわね。うむ。CPU は AI が悪くて自爆特攻しかしてこないけど、対人相手だと攻撃せずに、ポケットの除去カードとかで対処されちゃうのよね。まあそりゃそうよね。あ、ちなみに今来ているのが満月チャンスですね。魔物はパワープラス10。今魔法カード1枚出ているので魔力プラス2ですね。キャラカードは何も起きないんだね。うむ、残念ながら満月はキャラカードには何も与えないんだよね。というわけでレディー5に勝利ですね。今更だけどここまでの敵、最初ローン、始める、良いドン、レディー5。みんな最初とか始めるとかスタートに関係する言葉だわね。うむ、まあチュートリアルだけにそういう感じなんだろうな。前作も敵の名前は時代ごとに色に関係した名前が付けられていたけど、今作も名前に全て関連性があるから注目だわね。てなわけで無事悪魔は追い払いましたが、敵がまだまだ押し寄せてくるそうで、美代子さんがここで食い止めているからその隙に魔界歴星を取ることに。そして奥にあった魔界歴星を取り美代子さんの元に戻ると、待っていたわみんな、魔界歴星はどこ？ここにあります。あれ？このネズミさっきからついてきてない？貸しなさい。え？ドア。ふふふ、確かに魔界歴星はもらったぞ。美代子さん？ははは、貴様たちのおかげでようやく手に入った。誰だ、お前は。さては悪魔族の仲間だな。こんなものがあった夜悪魔族に迷惑だ。だが魔界歴星の復讐者は人間しかいなかったな。だから僕たちを利用して。気づくのが少し遅すぎたな。お前たちに模様はない。このホラーなに埋めてやる。というわけで序盤最初のボス、メジューサ戦ですね。こんな序盤からメジューサが相手なのか。うむ、とはいえチュートリアルのボスなのでまず負けることはないですけどね。ちなみに万が一負けてもフィールドに戻されるだけで、デスペナなしにすぐやり直せる優しい仕様になっています。あとこの敵は一応ボス扱いになるので、 BGM もボス専用のに変わっていますね。ほんまや。では、今回はこれまでのルールを見直す意味でも、どういう戦略で戦っていくか解説していきましょう。まず手札にあるキャラカードはノーコストで、一応パワー10あるので問答無用でポケットに出します。そして火力になりそうな魔物も出せるだけ出しましょう。ちなみに今回使用しているキャラカードは2枚。1枚は空想好きなのび太、チーム2で属性オール、スキル、僕は大魔法使い、チームが完成すると常時魔物のコストマイナス1、ただしゼロにはならない、あると便利なカードですが、現状コスト2以上の魔物がデッキにほとんどいないので意味ないですね。意味ねえ。そしてもう1枚は、頼もしいドラえもん、チーム数1で属性オール、スキル、僕にお任せ、スキルを使ったターン中秘密道具のコストマイナス2、ただしゼロにはならない、スキルを使用すると行動終了になる。これも秘密道具のコストが2以上のものがほとんどないので意味ないし、行動終了になるのが痛いですね。なので現状は魔法カード、命の器を使用。効果はチームの HP40 アップであり、壁役としてダメージを吸収してもらいましょう。言い忘れたけど、このゲームポケットのカードやチームが攻撃すると、次の自分のターンまで行動終了のステータスになって、相手の攻撃を受ける際に防御として選択できないから、防御させたいカードやチームがいる場合、攻撃せずに待機させておく必要があります。なるほど、チームを作っても防御チームは攻撃できないのか。うむ、まあそのターンでリーサルできるとか、敵との体力差があれば殴っても良いとは思うけどね。で、残りのポケットの解説だが、2匹の魔物はのび太とチームを組ませ、3体バラバラに攻撃しても総ダメージは変わりませんが、相手のブロック対策、ダメージ系の秘密道具対策、そしてコスト2以上のカードが手札に来てもこれで安心ですね。ダメージ系の秘密道具とは？このゲームの秘密道具にはアタールガンや空気砲というコスト1や2払えば相手のポケットにいるカードに2、30ダメージを与えられるものがあり、今自分ポケットにいるボムリムや火の卵の HP は10、30しかないので、秘密道具で倒されないためにもチームを組ませたんですね。じゃあこのゲームとりあえずポケットに魔物がいたらキャラとどんどん組ませる方がいいのね。まあ序盤はそれでも問題ないが、後半になると一概にそうとも言えなくて。え？なんで？
このゲーム、秘密道具の効果は基本カード1枚回帰チームに与えるのが基本で、ダメージ系ならチームでダメージ吸収した方が生存率が高いけど、例えばショックガンっていうカード1枚、もしくは1チーム行動不能にする秘密道具とかがあって、こういうカードを相手が持っているなら逆に分散させてた方がメリットがある場合もあるし、一概にチームを組ませれば良いってわけでもないのよね。あ、確かにそういう効果のカードもあればそうだわね。そう、では最後に少し時間が余ったのでメジューサの解説。メジューサは序盤なので、ほとんどがポリタイなカードしか入っておらず、でもキャラカードは優秀で、邪悪なメジューサ、チーム数に、属性紫、スキル、闇の魔力、コスト2で相手体力に20ダメージ、使用後は行動終了にならない。え？じゃあ今ヤバくない？そう、つまりは魔力 ×10 ダメージをこちらに無制限に与えられる優秀なスキルなので、今相手が本気になったら魔力10に、ターン経過でプラス2、つまりコスト14でこちらに140ダメージを与えられるスキルなのだが、なんとこのバトルでは使ってきません。なんでや、チュートリアルなのか内部的に使わない AI になっているらしく、攻略本にも使わないと書いてありますね。完全にナメクデクサですわ。まあ序盤これやられたらさすがに負けるから、最低限の対処なのかもしれないわね。というわけでこのターンでリーサルですね。最後の攻撃なので演出でも見てみましょう。今作はそういう感じになってるんだね。うむ、基本はこういうシンプルな感じだし、時間の都合上カットしちゃうけど、一部の敵はムービー演出もあるからそこはお楽しみに。てなわけで勝利ですね。報酬にカード3枚とメダル50枚ゲット。ちなみにメダルは今作におけるお金ですね。欲しくない奴だね。魔界できてよ、返せ。貴様、やめろ。しまった。ああ、半分しか取り返せなかった。ひよこさんはどこへ行っちゃったのかしら。あれ？また同じやつだ。このネズミの巣、最初に教会のあった場所にいたよね。その次は満月牧師の古文書を持ってあっちに来たんだ。まさかこのネズミ？月の光だ。みやこさん、どうやっても元の姿に戻れないすごい魔法の力だったわ。月の光の中でだけ魔法が解けるみたいね。みやこさんごめん、魔界歴帝の半分は悪魔に取られちゃったよ。これが魔界歴帝、このためにパパまで。泣かないでよみやこさん、みんなで魔界星へ乗り込もうよ。もちろんだ。私も行くわ。僕だって。ありがとう、みんな。あれ、月が。はい、というわけでみよこさんに化けていたメジューサに魔界歴帝を半分奪われ、本物のみよこさんはネズミにされているのであった。ここからの下りは映画とほぼ同じですね。みよこさんを一旦猫にし、キャンプ用の絨毯で宇宙から魔界星を目指す旅になります。ちなみにここ魔界星へは旧映画では1週間、大長編では1ヶ月かかるんですけど、随分開きがあるわね。そう、でもなんで違いがあるかというと、これは大長編がコロコロという月刊誌で連載していたから、来月号で魔界星に着きますよっていうネタだったんだよね。さすがに映画では遠すぎるから1週間にされちゃったみたいだけどね。へえ、そんなネタがあったのね。うむ、あとここでチュートリアルが終わるので、今後自分でデッキが組めるようになります。というわけで魔界星に到着である。あ、月の光が。すっかり届かないところまで来てしまったのね。でも心配しないで、大魔王を倒せば魔法は解けるはずよ。あれが魔界星か。魔界歴帝によれば魔界星は真っ黒な炎に包まれているそうよ。間違いない。ついに来たね。南極の空に一つだけ炎の切れ目があって、それが入り口になっているのよ。さあ行くわよ。暑い。うわ、燃え出した。暑いよ。またあと少しよ、みんな頑張って。もうダメだ、ヘリコプターで逃げよう。わあ。助かったのはいいけど、タケコプターが止まっちゃったよ。この寒さで調子が悪くなったんだ。ハックション。これからどうすればいいのか、早いとこミヤコさんに魔界歴帝を呼んでもらおうぜ。ここがどこかもわからないし、ミヨコさんなんて書いているの？ここは表現で、近くにホラーナがあって、ナルニアレスの秘宝が封印されているって。秘宝があれば悪魔に対抗できるんだったよね。海を渡るにも秘宝の力が必要だそうよ。こりゃ決まりだな。早いとこ行って探そうぜ。ドラえもん、早く新しいタケコプターを出してよ。
お安いご用さ、あれ。どうしたの、ドラえもん。ない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 、秘密道具がない。え？四次元ポケットの中からトランナ、さっきフターを出したときに落としたくも、よりによって秘密道具を魔界中にばらまいちゃうなんて。どうするんだよ、この先ずっと歩いてくっての。無理だよ、こんな雪の中歩けっこないよ。飛んだドジ踏みやがって。みんなやめて、ドラちゃん一人を責めても始まらないわ。そうだぞ、スネオ。え、ジャイアントミヨコさんの前でだけいいこぶっちゃって。ミヨコさん、ホラーナーはどうやって行けばいいの？表現のホラーナーはこの先をずっと進めばいいみたいね。さあ行きましょう、ドラちゃん。はまだ何かあるの？魔法帽子も落としちゃった。あんなのただの飾りだろう。どうだっていいじゃないか。とほほ。さあ、頑張りましょう。というわけで無事ドラメンバーが魔界の表現につき、ナルニアデスの秘宝を探しに行くところで今回はここまで。次回、ああ心がぴょんぴょんするんじゃあ、お楽しみに。